今からね、お尻を触っていきますって、はい、頭から腰神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうんですけれども、はい、お尻しっかり緩めてあげるとだいぶ楽になりますんでね、はい、私が、わざわざ説明するってことはめっちゃ痛いんです頑張ってください。はい、ここね、芯に入ってると思います。ここをしっかり押さえておいてあげた方がかなりスッキリするんでね。はい、